ピース TV をご覧の皆さん、こんにちは。ピースデミールです。達也です。はい、ということで、はい、今日は9月7日なんですけれども、はい、A-Pink、キム・ナムジュさんのソロデビューシングルバードのリリース日になっております。はい、はい、今日の18時からミュージックビデオが公開されるということで、公開されたらファーストリアクション撮っていきたいと思います。はい、それでは18時になりましたので撮影していきたいと思います。もう可愛いもん、なんかダンサーがいるね。アラビアかわいい。なんか男の人のダンサーがすごい新鮮だよね。おお、すごい。人の階段みたいな。鳥かごなんじゃない、これが。バードだから。おお、来た。めっちゃいいじゃん。なんか。あれ。コンサートの何でみたいな。このポニーテールめっちゃ好き。この短くて黒い衣装いいね。水のシーンは必要だよね。ドンドローの時はゴミだったから、水のシーンは必ずある。かわいい。この歌とダンス最高にうまい。絶対じゃないの？なんか女王みたいな。おお。はい、今、はい、見終わったんですけれども、はい、最高でした。本当に最高。いつもさっきもデミーロが言ってたんですけど、コンサートのソロステージで大体ナムジさんってこうガールクラッシュみたいな曲やられてるじゃないですか、うん、もうその世界観がそのまま出ていて、なんかソロデビューってなってるんですけど、もともとキム・ナムジュっていうアーティストがいたんじゃないかなってぐらい、ナムジュらしい感じでめちゃめちゃ良かったです。衣装もね、なんかね、赤と白と黒、なんかコンセプトみたいなのが確かあって、白は束縛で、赤がなんか抵抗で、黒が解放だった、生まれ変わるとか、そういう感じのことをティーザーで見たんですけど、なんとなくそれを思いながら見たらすごいストーリー性もあって、なんか鳥かごからこう羽ばたいていくのコンセプトが伝わってきたので、すごいこう
ミュージックビデオも良かったし、何より歌とダンスが最高でしたよ ね本当に。今まで6人の中ですごくひときわ目立っていたというか、男出ていた感じだったんですけど、もう丸ごと存分にナムジュのこう才能というかセンスとかが堪能できる一曲だなと思いました。はい、はい、こちらの CD8 枚予約してるのでまた到着したら開封動画撮りたいと思います。はい、それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。